魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回は1月14日に発売されるアクオスウィッシュと12月3日に発売されたアローズウィーの比較をしていきたいと思います。アクオスウィッシュについて過去の動画で取り上げているので、ぜひチェックしてみてくださいね。まずはアクオスウィッシュの販売価格から。 au モデルが26,180円、ソフトバンクモデルは法人専用モデルとして発表されていましたが、個人購入もできるようになったようです。価格は 33,120円。アローズウィーと同じエントリーモデルなんだよね。どっちがいいのかな。ではでは比較していきましょう。高さ幅は同じですが、アクオスウィッシュの方が 0.5 ミリ薄く 10g 軽いですね。画面サイズや解像度は同じだね。アクオスウィッシュは広角カメラのみ、アローズウィーはマクロもついた二眼構成ですね。どっちも指紋認証だけど、アローズウィーは背面、アクオスウィッシュは側面。側面なら電源ボタン兼用の方が良かったな。ここは好みが分かれそうですね。ソックはどちらもスナップドラゴン 480 5G、 ラム 4GB、 ロム 64GB ですね。基礎スペックは一緒だから、ゲームとかは同じくらいできそうだね。アクオスウィッシュは軽量化を優先したのか、バッテリー容量はアローズウィーの方が多いですね。どちらもイヤホンジャック、お財布携帯、マイクロ SD に対応。防水等級はアクオスウィッシュは IP67 等級、アローズウィーはさらに防水等級の高い IP68 等級。どちらも米国国防省調達基準ミル規格に対応していますが、アクオスウィッシュは全18項目、アローズウィーは全23項目に準拠しています。耐久性もアローズウィーの方が良さげだね。比較するとアローズウィーの方が良い気がする。基本スペックだけを見るとアローズウィーが優勢に見えますね。ただアローズウィーはバンド封印があります。購入したキャリアのプラチナバンドしか対応していないので、他社の SIM を使うときは要注意です。アクオスウィッシュはバンド封印がないので、 au モデルでもソフトバンクモデルでも国内主要キャリアの電波すべてに対応しています。バンド封印がないのはいいね。気兼ねなく他社に切り替えられるし。ちなみにさ、アクオスセンス6とは何が違うの？比較してほしいってコメントもらってたよね。アクオスセンス6の方がさらに薄く軽くなっていますね。その上で画面サイズも大きくて、有機 EL ディスプレイを搭載し、解像度もフル HD プラスに対応。アクオスセンス6の方が画面がすごく綺麗ってことだね。カメラ構成もアクオスセンス6は広角、超広角、望遠の三眼構成。生体認証はディスプレイ内指紋認証と顔認証に対応。アクオスセンス6のソックはスナップドラゴン 690 5G、 スナップドラゴン 480 5G とほぼ同等の性能のソックなので、基本性能は変わらないと思われます。バッテリー容量はアクオスセンス6が 4570mAh。 バッテリー容量の差は結構あるね。イヤホンジャック、お財布携帯、マイクロ SD はどちらも対応していて、防水性能はアクオスセンス6の方が優れています。ミル規格はアクオスウィッシュが18項目、アクオスセンス6が17項目に準拠。 SIM フリーモデルのアクオスセンス6なら国内主要キャリア全てに対応していますが、楽天モバイル、 au、 ドコモモデルではソフトバンクのバンド8が利用できないので注意ですね。まとめです。アクオスウィッシュはバンド封印がされていないデュアルシム、デュアルボルテ、DSDV に対応したエントリースマホです。耐久性ではアローズウィーには劣るものの、バンド封印されていない点がテコ的にかなりグッドポイントです。
実際に触ってみないとわからないところもあるので、しっかり使ってみたいと思います。え、買うの？はい。買うんだ。最後までお付き合いいただきありがとうございます。このチャンネルではスマホに関するご質問やご相談に動画で詳しくお答えしています。ご質問やご相談は随時募集中なので、動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。また、新プランやスマホの性能についても解説しています。よかったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。突然のスマホランキング。このランキングは1月11日時点の価格 .com の人気ランキングを参考にしています。第5位 iPhone 12 mini、 満足度星 4.35、 口コミ数1533件。薄くて軽いコンパクトな iPhone、 白テコも使ってたね。投げ売りされて一気に注目度が上がって上位にランクイン。第4位、ソニーエクスペリア5 Mark III、 満足度星 4.41、 口コミ数554件。前回からランクダウン。白テコが欲しがってるエクスペリア、コンパクトハイエンドだね。第3位、アップル iPhone SE 第2世代、満足度星 4.37、 口コミ数4516件。長く上位に君臨する iPhone、 投げ売りもそろそろ在庫切れかな。第2位、 OPPO Reno5A、 満足度星 4.17、 口コミ数2041件。前回からさらにランクアップ。販売窓口が多くてコスパのいい Android スマホ、白テコもおすすめしてるよね。第1位、 Sharp AquosSense6、 満足度星 3.60、 口コミ数599件。前回に引き続き1位をキープ。薄くて軽いミドルレンジスマホ、 SIM フリーモデルでメモリが増えてるのもあるよね。以上、次回の動画も絶対見に来てね。じゃ、またねー。